どうもお久しぶりでございます。はい、お久しぶりです。大沼ひろこさんでございます。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。つってもどこの何者かわかんないですよね。今宵のゲストは大沼ひろこさん。忍者アナトミーという会社で骨模型に携わっています。明るい女性で米沢先生とも長い付き合いのようです。さて、どんなお話が飛び出すのでしょうか。まあ何年前だろうねあれね6年前静かな、なんかちょっと昨日振り返ってみたら2018年の春みたいでしたね、うん、あ本当5年、2018年の春で5年だね。ちょうど僕が田園調布に、ね、そうです出てきて そこに今日構えて雪ヶ谷ですね。雪ヶ谷大塚懐かしいね。なんか雪ヶ谷って何だって何を言い出すのかと思ったら、そうだよね、雪ヶ谷大塚だったもんね。雪ヶ谷大塚に行ってましたね。玉川とかね、うんうんうん、まあ当時ね、玉川か、うん、駅は玉川とか雪ヶ谷大塚なのにもかかわらず田園調布っつってね、うんうん、でも田園調布には間違いないんだけどね、田園調布フィッシュ&チップスの店とかね、あーね、あそこ、なんて言ったかな美味しい店なの。いや、名前あったんだよ。俺、フィッシュ&チップスでずーっと行ってたんだけど。言ってましたよ。この間、行ったら、あ、名前があったんだ。そう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 。名前があったんだと思ってね、本当に。そう、静香の DVD が出る時に、私が友達に紹介していただいて。友達に紹介していただいて。患者でしたね。あれだね、患者できてね、うん、患者できてそれでスタッフになり上がったというね、ある意味ね、天才的なね、感覚の持ち主だよね。すいません。いやいやいや、本当天才的なというのは災害の際ってね、まあそういう考え方もあるんだけど、災害。いやいや、意外と繊細と思いきやかなりガサツだよね。何ですか、その最初からガサツ王だよね。本当に物は随分壊してるね。そんなことないですよ。先生も誇張しすぎですよ。いやいや、そんな結構ね、動画でゲストだから控えめに話してるんだけど、まあここだけは言っておかなければみたいなねところあるんだけど、それだけは言わなくていいですね。ね、上髪のように酒も飲むしね。多分だから、うん、うちのね、歴代の関係者の中では一番の大酒飲みですね。A じゃないよ。A じゃないよ。アミちゃんだけ飲むじゃん。アミちゃんはタガが切れないと飲みない。そう彼女は、はい、ね、まあ、ここにいないから言うけども結構飲めるのは知ってるし結構食べれるのは知ってる。そう、まあ、うちのスタッフのね、うんうん、エリートだよね。あれですね、エリート、まあ、君もエリートだけどね。ちょっとね、そうそうそう、久しぶりにね、最近ね、お邪魔してる。いや本当にね、助かるわ。で、何やってたの、その後。うん、なんかうちの社員誘って5回も蹴って。先生のところに患者として伺って、うんうん、その後生徒になって、うん、丸3年、うん、びっちり。ついて勉強させてもらった後に、うん、ちょっとご縁いただいて、うん、骨格模型の忍者アナトミーに所属しました。そうだね、第1回のゲストですよね、確かね、タンさんね、うん、そう、あそこのね、会社に入って、はい、今社員でバリバリなんですよね。そこからそこでまた勉強させてもらって、そうそう、うちの社員になる道を蹴って、いや、あっちに大航海時代という会社に行ったんですね。はい。もう5回もうちの会社を蹴って向こうの誘いを受けたんですね。なんかどんどん数増えてくる。どんどん数増えてくる。いや、数増えてたよ。君5回断ってる。そう、まあ、1回もないですよ、そんな。いやいや、それは嘘でしょ。私はそんなつもりないなって。今はならないっつってね、なんかいつになるんだと思ったらね、もうならないでそのまま来ちゃってるね、本当にね。まあね、まあそこまで切られたらいいんだけどさ。いや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 。まあそんなような感じでね、ずいぶんと向こうではね、うん、なんかセミナーもやらしめてね、うん、どうですか、骨格模型の会社は。そうですね、うん、
生徒として先生のところにずっとついてて、こう先生が言う断りっていうのを私の中で、まあその時ですね、理解してたつもり、まあ理解してたと思うんですけど、その時なりに。でそれで、その忍者アナトミーに行った時に、忍者アナトミーでは骨格、動く骨格模型を扱ってるんですけども、あれ手作りなんだよね。そうです、ハンドメイドなんですね。まあ型は要素で作ってもらうんですけど、ハンドメイドで全部つなぎ合わせてるんですけど、でその模型を使うお客さんっていうのは、先生のような先生生たちなんですね、ゴッドハンドの方もいらっしゃったり、そのゴッドハンドがちょっとよくわかんないよくわかんないですけど、そうそうとか、あとはそうですね、 PT さんがいらっしゃったり、病院のせ、大学病院の先生とか、大学の先生、教える先生もいたり、あとボディーワークの先生がいたり、いろんな先生がいるので、その私の基本の中には先生の断りは入ってるんですけど、それをこうお客さんに対して話すっていうのは、先生の技を言ってしまうことにもなっちゃうし、先生はいいとなっちゃうし、あとはそのまあそういう大学病院の先生とかにも、そういう先生の話とかをしてしまうと、否定にも なりかねなかったりするわけじゃないですか。でそこで何を私はお客さんに対して話したらいいのかが分からなくなってしまって、同じこう体のことをやっているんだけど、相手が、まあ、偉いお医者さんがいたり、大学の先生がいたりすると、何を言っていいのか、どこまで言っていいのかっていうのが分からなくなって、でそこで忍者アナトミーから言われたのは、事実だけ、事実は言っていい、事実と、あと、体のその感覚、体の動きに関することは形容詞を使うな、形容詞っていうのは気持ちいいとか痛いとかっていうのは、私と先生が違うわけじゃないですか、その度合いが、なのでその形容詞を使うなっていうことと、それってさ、誰が言ったの？社長のコンさん？そうです、コンラッドが。コンさんすごいね。この2つだけはすごく最初からずっと言われていて、うちのセミナーがまさにそれよ今だから、メカニズムとかそうじゃないって、結局ね、まあご存知の方もいるけども、うちほらうさんくさいじゃん。そうなんですよ。めちゃうさんくさいじゃん。そうなんですよ、ね、魔法みたいに先生がやっちゃうんで、ね、いやちゃんとそこにね、メカニズムはあるんだよ、メカニズムある、そうなるっていうメカニズムあるんだけど、そのメカニズムを説明してもわからないから、だからあんまり深くは説明してないのね、まあ、セミナーの中では説明してるんだけども、だけどもおかしいじゃん、そもそも、だいたい五十肩で20年間も肩が上がらない人間とかさ、40年、首が痛かったのがさ、その場で亡くなるっておかしいじゃん、おかしいのよ。でも事実だけ見てくださいですよ、でこの間もね、セミナーやったけど、セミナー体験会みたいなやったけども、みんながなんでこんなに柔らかくなって、自分たちがやって柔らかくなって、そう、柔らかくなって、自分たちがやって楽になるんですよ、なんでなんで、おかしいおかしいって、いやおかしくないって、だってその事実だけ、じゃあなんでかっていうのはこれからみんなが学んでくださいって話でしょ、まさにそれだよ ね、 ね、そうなんですね。そうだから君たちってね、やっぱりほら感覚で物事を言いがちなんだけど、感覚じゃなくて事実を伝えると学はしようがない。そうなんですよ、でそれでそれで、その忍者アナトミーで、その言われたのが事実を言えっていうのと、形容詞を使うなっていうことだったんですけど、それでもやっぱり最初の頃は何が何だかさっぱりわからないし、
どれが事実かっていうのもわからないわけですよ、うん、体の動きとか、うん、まあ寝ている状態にしても、うん、何を事実と言ってるのかわからない、うん、だけどそこで忍者アナトミーに入って、うん、まず代表がコンラッドがやってるハーモニー体操っていう体操があるんですけど、うんうんうん、それはあのフェルデンクライスっていうボディーワークを基本にした寝て横になった状態で行う、まあ、体を緩めるようなレッスン、声だけの指示で動くレッスン、このハーモニー体操が一つと、あとアレクサンダーテクニックっていうボディーワークですね。それは頸椎、頭と頸椎のバランスを考えて動くっていうレッスン。あとは頭蓋骨、そうです。頭蓋骨、それともここから上の頭？頭、頸椎から上の頭蓋骨ですね。あの後頭骨から上ね。はい。うん、なるほど。顎関節も入れて、うん、と、あと背骨までのバランスを常に考えて動くのがパフォーマンスが上がる動きっていう。これはあの声帯とか楽器の演奏の方とかよくやられてるワークなんですけど、そこにも私いまだに月1回行ってるんですけど、うん、その先生からは結構やっぱり生まれつき股関節痛、股関節が亜脱臼しているので、うん、股関節とか腰痛があるので、うん、そこにすごい執着があったんですね、うん、ずっと、うん、だけどその執着を手放すような、うん、なんか1時間話で終わっちゃう時もあるんですよ、うんうん、その先生と、その先生もあの兼用紙を使わないようなレッスンで、うん、どういう感覚とかを聞いてくれたりとか、うんうん、言葉で話すっていうようなレッスンをしていって、であともう一つが三つ目があって、それが KJ4 っていう、うん、それはもう各問題解決技法っていう考え方の、まあよくマインドマップと似てるって言われるんですけど、図解を書いて自分の頭の中を整理するようなものなんですけど、その3つをコンラドに、あ、そんなことやってるんですか。このクモンからやらされましたよ私。後半のね、後半のその2つは心理、臨床心理の方でよく使う程度ね。そう、うん、こう見えても俺すごいですね、うん、心理カウンセラーの2級持ってるから。初めて聞いた。うん、あんまり言うことじゃないからね。そう、1級はなんか知ってることばっかりだからやらなかったっちゃ、ね、うち、でも参考書とかいっぱいあるよ。そう、心理カウンセリングもね。で、これはこういう考えとかね、この絵を描いて、これはこうだから、うん、だからこれはこれ持ってることを描いてとか。そうそう、うん、でもあれってある意味ね、誰でもできることだからね、うん、ただそれをメカニズムにして、イメージを言語化してっていうような感じだから。そうですね。そう、でもすごいね、すごいこと習ってるね。その3つが始めた時、うん、やっぱりさっぱり意味が分かんないんですよ、うんうん、体を緩める練習って言っても全然意味が分かんないです、うんうん、怖がってるところとかもわからないので、うん、だけどその3つの中の共通点っていうのが私気づいたんですけど、何？自分を客観視してみて自覚することなんですよね。自覚して、うん、覚えてるかな、静かとかなんか言ったの、まあ、とにかく自己にこだわるんじゃなくて自分を俯瞰して物を見なさいって、まさにそれじゃねえの。そうなんですよ、だからそれをなんか俺に聞いて分からなくて、何、よそで聞いて分かったってそれが私が今日言いたいんですけど、それがまた別のところで先生とその共通のところを見つけるっていうのがすごく自分の中で、先生が言ってた断りを理解してたにもかしてたけども、さらに理解度が増したというか、うん、それってね、理解してなかったんだよ。そうなんですかね。いや、先生、いやとか言っちゃうんですよ、先生の基本があったから、うん、その3つも理解できたっても思うんですよね、うんうん、まあそれはね、嬉しい話だよね、うん、まあ、それが本当かどうかは分からないけど
私はそう考えてる。そうそう、うん、なんだかまだ続けたいの。いや、あの僕がね、あの常々思うのは、うん、あ、ほら、俺ってさ、俺は食の経歴は結構あるじゃん。食べ物じゃないよ。あの例えば、あ、仕事を、そうそうそう、はい、商業高校出たにもかかわらず警察官になろうとさ、まあ怪我をして警察官の試験も受けなかったんだけど、ね、警察官の消防士の試験も受けなかったんだけど、当時怪我してて、あのそれで勤めたのが病院でちょっとね、あの気の迷いで医者になろうかなと思ったこともあるんだけど、そう、でもそれよりも医者、あのね、俺の中ではそこの来てる医者って、俺の中ではね、これな流せなくなっちゃうばっかりだったのよ。多分 P 入れてるばっかりだったで、看護師がすごかったの。やっぱ看護師すげえなと思って、でもなんかやろうかなと思って、まあそこであのね、ちょっと整形外科だったから、マッサージとかも教えてもらったりとかして、あ、なるほどなと思って、それでその技術がね、ある程度分かるような時にスタントマンになっちゃったでしょ。でスタントマンになっていろんなことやって、それであの料理を教えるようになったりとか、あとは会社の社長やったりとか、あげくなって佐川急便になったりとか、まあいろんな経緯でもってこうやって整体師になってんだけど、この年になって思うのは、無駄なことって実は無駄なことが一個もないの。そうで、何をやっても一緒なの。本当何をやっても一緒なの。昔ね、あの帝王学の時代を教わって、何をやっても一緒だっていうことをちらっと聞いたのよ。って分かったら、今この年になってもう還暦だしな。そう君も同じだけ年取ってるからね。確かに。それでやっぱ何をやっても一緒だなって、まさにだから、あのオノマのね、君の話を聞いてると、あ、結局一緒なところに行き着くんだなっていうのはね、ちょっと感想だよね。なんかその一緒なところっていうか、共通点の中にやっぱり先生が言う断りっていうのは、先生の断りとして話してますけど、やっぱり世界の真理というか、そう、そういうことですよね。だから真があまりぶれないのよ。だからうちだからずっとぶれないんだけど、まあそんなところでさ、あの普段何やってるの？あの仕事行かないと。最近そうか、遊園地ついてるんですよね。どこ遊園地？あの遊園地のチケットをいただい、知り合いからいただいたことをきっかけに、どこに遊園地？富士急行ったんですよ。まず富士急、まず富士急行って、あと東武行って、読売もこの前、ターンと一緒に行ってきたんですけど、もうジェットコースターが楽しくてしょうがなくて、俺それ意味わかんない。いや先生、バンジーとか楽しいですか？あのね私バンジー釣れると思うんですけど、ヨミウリランドのバンジージャンプってね、多分低いですよね。日本で一番最初に入ったんだけども、あれのテストやったの俺たちだ。受けるあれのテストやったの俺たちだ。俺たちの、そう、まあ、ちなみにその頃やった風雲竹市場ってあるでしょ。風雲竹市場ってやったでしょ。風雲竹市場ってあるでしょ。ビート竹市の、そうビート竹市さんの来たんだけどね、あれの風雲竹市場のあのメカとかのメカ、あるでしょ。あれのテストやったのも俺ら何にも怪我してないから。でバンジージャンプも俺らだから、でお金もらってやってたの、バンジージャンプってね。それをさ、お金払ってやる人の気持ちがわからない。フリーパスプラスいくらとかですよ。いやだから意味わかんない。だからなんで、だからさ、お金払ってバンジーやるの。いや、飛んだことがないんですよ。まだやったことがない。股関節良くなるかもしれない。あ、確かに、なんかこうピンとなるかもしれない。そうでもあのバンジージャンプ、あの本来はだからマサイ族からの、ね、成人式でやるやつだからね。へえ。そう、足に鶴やって、先生、あれ飛んだ時の感想を聞きたいです。飛んだ時の感想、いや飛んだ時の感想は、飛んでる間は気持ちいいよ。
ファーってなってね、あの高いとこ飛び降りる時って気持ちいいのよ。へそうで、マットの上に落ちる時ってバホってなるじゃん。マットってバンジーじゃないんだけど、ね、なるじゃん。いや聞け。でもそれで、まあ、一応それでもって金もらったじゃん、うん、バンジーってマットあるけどマットに落ちる前に戻されるのよ、うん、自由にならんのよ。もう自由にならないの嫌い。空中で落ちれる方がいいんですか。落ちた方がいいじゃん。落ちてせっかくここに安全圏がないのがいいんじゃないですか。せっかくここに安全圏があるのよ。せっかくここに安全圏が助かるとこあるのよ。そこからなんで引き戻されなきゃいけない。何回もだって落ちて失敗したらおかしいでしょ。こうふわって行くのがいいんじゃないですか。行くのが嫌だよ。こうビューンっていうのがいいんじゃん。そうだってあのさ、あのバイキングとかこういうやつとかさジェットコースターとかあるでしょ、うんうん、あれもうさ自分の自由に全くならないでしょ。もう縛り付けられてさ、うん、俺もあれも縛り付けられ、そう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 、うん、あれも絶対嫌だもん。もうそれだったらそこから飛び降りれって言われた方がまだマシ。そう飛び降りるのは怖いけども乗ってるのは怖い。だから絶叫系って実はあまり好きじゃない。ましてやこの足が浮いてるやつあるでしょ、うん、だ最高です。嫌だよ。なんで足もつかないとこあれをもう脱力で乗るのが大変。嫌だよ。冗談じゃないよ。あの一回転するやつとかも申し訳ないけども俺あの申し訳ないけども脱力で乗れないからもう必ずここ掴んでるから。もうこんなんやってたら疲れるじゃん。つか脱力してるのが疲れる。怖いだって。脱力して振り回されるんだよこうやって、うん、いやあの足ブルブルになりますよ。あの君とはやっぱり感性が合わない。一緒に行けないですね。あの僕は見るのは好きよ。だけどもう当事者になるのは嫌。もう常に僕は唯一の傍観者。そうそう。まあでもあれでこの間ね、あのハリあの豊島園の後のハリーポッターのとこ行ってきたよ。怖いの乗りました。ないなんで怖いのないじゃん。あそこ。あそうなの。うんハリーポッターの世界だから。あ、前の年前の。そう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 。ワーナーブラザーズのね。なかなかよかった。二十歳の頃、そうそうそうデートで行きました。振られたんだろ。振られたんじゃない。あれ、ね、振られたんじゃないの。ガサツで。遠い昔の話、うん。だって遠い昔からだって、会った時からもうすでにガサツだったよ。いや、そんなことないですよ。いや、そんなことあるよ。だって私先生、最初会った時、私のことヒロちゃんって可愛かった。あごめん、お客さんだったからね。そう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 、そんなことを、そんな記憶はね、どっか行っちゃったわ。そんな記憶はどっか行ってしまったわ。遠い昔です、ね、そうあのガサツオだから、ものずいぶん、だ多分ね、歴代1位だよ。うちの備品を壊したの。それは嬉しい。そう1位。うちの部品を壊したの。コップからね、カメラのね、脚立からでも全部壊したのね、君が最初だよ。コップってなんだよ、なんだよ。ここ洗い物、田園調布で洗い物しててさ、君覚えてる？田園調布で洗い物してさ、俺のさ、お気に入りのさ、コップの取って、先生取って取れちゃったよ。それ絶対記憶違うもん。いやいや、君それ忘れたよ。俺がだからヒロちゃんって呼んでた記憶がね、ないのと一緒だよ、本当に。絶対違うもん。いや、やってるから。え？とか言ってた。いや、ひび入ってたんだよって、謝れたことがないからね、それに対して。いや、これあの人がやったからだ。絶対認めない、そんな。ね、都合の悪いね、記憶がなくなるもんなんですよ。うん、で、酒は最近、ずいぶん飲んでんじゃないの？お酒ですか？うん。マイル飲んでるっちゅう噂聞くけど。そうですね。ね、まあ、そうですね、とか言っちゃったけど。うんお酒好きですよ。うん、いや好きじゃなくてもうだって浴びるほど飲むってね。昔も随分飲んでたけどね。うん。だって山形だもんね。山形だったら米どころ酒どころでしょ。ね。何が好きなの？日本酒が好きなの？これ一番好きなんですか？うん、テキーラです。やばいんだけどこれ流しテキーラなんかな。いやごめん俺もテキーラ好きだよ。テキーラ好きだよ。テキーラの高いやつをロックで飲むのがめっちゃ美味しいんですよ。いやテキーラショットじゃないんですよ。テキーラってウイスキーみたいに飲むのが美味しい。なんかめっちゃひどい回みたいになってるけど大丈夫かな。テキーラのね美味しい飲み方を知ったのはね、テキーラはロックですよ。カナダに行った時に
バーがあってテキサスゲートってのがあってそこでもって飲んだんだけどもうあの腹っぽの真ん中にあるうーんでもね真っ暗なとこにいきなりボンって出てくる行ってみたいそう、うん、俺連れてってあげたいけどもちょっとわかんない場所からね連れてってもらっていやカーボーイなんだよで中でもほらな2ステップでカントリーがバーッと流れて2ステップなんだけどそこでテキーラレースってやってテキーラってねあのほらショットじゃん、うん、ショットグラス10個ぐらいバーッと流れて、うん、それでライムがあるよ、うん、でそのライムを後ろに投げて後ろにつく前に飲んでその競争するえ投げて落ちる前に投げて落ちる前にここに入れるんじゃなくて投げて後ろにライムが落ちる前に両手でポン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 投げながらそれを競うんだよもう3回目で記憶失ったねであいつらのねテキーラってねあれにタバスコ入れるんだようーんファイヤーテキーラってガーッて真っ赤にしてうーんガーッてでもめちゃうまいよへえそれは好きそううまいようちのほらエテジルのカウンターのここにテキーラが乗っかってるからちょっとそれ飲みましょうよ飲みましょうよと飲みに来ねえじゃん明日いやあの12月31日に31日山形から11月31日あズームズームね年こそは12月31日に一応ズームじゃ飲めないじゃんテキーラズームあのエア飲みかわいそう誰が私あのその酔っ払いに巻き込む俺らの方がかわいそうな気がするんだけどいやでもあのテキーラあるよ本当にテキーラのあの明日見ましょう瓶があるあのうまいよなかなかショットクラスもあるしショットクラスもクッと飲んでなかなか締めてるね。こういうの入れちゃう。まあ、やめてほしい。ね、なんかね今日ね本当にね本当お店に招待まあこの後お店に招待どっか行きますけども最近さ年末じゃん。うん、ガヤが多分多いと思うね。うん、でこの間も動画撮ってたら BGM が入っててバンされたらしい。そう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 。とわずかの BGM だったらしいんだけどバンされちゃってちょっと惜しいことになってまあ君の場合はねバンされるってことはないと思うのでいやなんか私はバンされたらちょっとかわいそうなので、うん、ねだから飲みすぎちゃうからここになっちゃったいやいや違ういや飲みすぎちゃうでも随分飲んだよこれ2本目もしかして違うよねあだからもうとりあえずね東大前に新しい店舗ができて今その店舗の中なんですけどもいやまあ君もやってもらったけどもサンサボックスしながらってそこでもってちょっといろんなねあの業務をこなしていこうというところでテスト段階でねまあ来年から北海道の方で来年後半もね北海道の方でこれもやってくるんだけどまあそういったような中でもってでまあ大沼ひろ子がねガサツ大沼ひろ子がね上和名大沼ひろ子がどういう風にかかっていくかっていうのが興味があるんですけども上髪だよおどうやって何どういう風にだからうちに関わっていただけるのかっていうねその辺をちょっと聞きたいなと思うんですけど来年のあの抱負とかなんかある来年の抱負、うん、もうそろそろなんか来年の話には笑わないと思うんだけど来年の抱負、うん何もしかしたら無計画無計画なんか今年もなんか来年もなんかまた飲んで飲んで飲まれて飲んでなんかゆるく生きていこうかなゆるくあのこの生き方ってさ周りの人の迷惑考えてるえ誰が迷惑いや周りの人みんな迷惑するよだってそもそも君覚えてる酔っ払った時に君のこと大好きな男の子がいたじゃんその話はちょっとかわいそうだねいや誰もこの前なんか思い出したけど思い出したのいやでもそんなだってその酔っ払った時にあいつキモいはかわいそうだよここにいるのにさそれは覚えてないけど覚えてないけどそうだ都合の悪いこと全部忘れるんじゃん
めっちゃ酔っ払った時でも、先生より先に帰れないよって言ったんでしょ、私とか言って。いや、あ、それは言った。先生より先に帰れるわけない。帰ったけどね。そう、帰らされた。帰ったけどね。で、それをね、それをだから彼が支えて、支えて、もうフラフラになって支えて、言って動いたんだけども、ね、先生、先生って言ってたけど、いや、大丈夫だよ、大丈夫だよって編集長カットですよ、これは。あの、彼がそばで、ね、ひろこちゃん、ひろこちゃん、大丈夫だ、お前が触るなってキモい。この先生の一人劇場はもうなんか誇張されてる。いや、あの、ごめん、あの、目撃者いっぱいいるから。あ、そう。で、それでもって来年の抱負がゆるくゆるく飲んでって。いや、それはもうはずいだろ。だっていくつになった。いや、なんだこの沈黙は。え、年いくつになった。42歳です。サバ読んでない。え、読んでない。めっちゃ正直に。ほんと、あの、もっと言ってそうですか。だって俺よりも、俺と10歳ぐらいしか違わなかったんだよ。10歳だと50歳じゃん。うん、そりゃないよ。いや、それはないよって、減らしてる話ない。あ、本当に42年か。え、マジで言ってんの。マジで言ってる。ひどいんだけど。ひどいんだけど。ちょっと、そんな、なんか年齢より上に見られたの初めてなんだけど。いやいや、そう思ってただけで。いや、上には見てないよ。こんな、なんか、あの、年齢の割には若く見えるなと思ったんだけど。こんなうるさい50歳やばいよ。いや、42歳もやばい。やばいんですよ。ね、あの、ね、彼氏の話出たけどさ、結婚とかしないの。それが、うん、最近ちょっとこれ、うん、先生に言うか迷った。最近ちょっと告白されたんだけど。ああ、おめでとうございます。されたんだけど、うん、また言っちゃった。おめえ、もう言って。されたんだけど、うん、若いから、うん、ちょっと断っちゃって、うん、若いってだって25歳なんだよ。これ25歳で、うん、で、うん、イギリス人でめっちゃかっこいいの、うんうんうん、誰がどう見てもめっちゃかっこよくって、うんうんうん、かっこいいんだけど、うん、あ、断っちゃった。ちょっとあれはもったいなかったかなと思って。そこなんで俺に言うのをためらったの。え、ちょっとなんかネタ持ってるでしょと思って。ネタ。ネタ。その子が25歳なの、うん、だからって今言ったんですけど、うん、働いてる子だった、うんうんうん、だから断ったんですけど。あー、それはちょっと偏見かな。いい人はいるからね。あ、ちょっとそれは正解だったかもしれない。もう人生ちょっと闇に落ちる、そんな未来も見えたりするかな。うん、喧嘩しちゃうかなと思って。はあ、うん。喧嘩になったら言葉通じないもんな。そう。それはある意味正解だったかもしれないけどね。説明するのがめんどくさいから、うんうん、年が離れてるから。うんうんうん、って断ったんですけど、うんうんうん、私の一番の理由はそこだったんですよ。でもさ、そこがめちゃ、そう、なんでそのイギリス人と知り合ったの。告白されたってことは結構仲良かったでしょ。ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、めっちゃ恥ずかしいんですけど、うん、ナンパされたんです。私的に35を過ぎてナンパされるってもう恥ずかしいことでしかないと思ってて、うん、どんな、なんかチャラチャラして歩いてんだって感じなので、うんうんうん、恥ずかしいんですけど、うん、だけどその時のナンパはなんか電車の中で、うん、この電車は何々駅に行くかっていうのを質問されて、うん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 、なんかまだ来て、日本に来て1週間ぐらいだったので、うんうん、不安そうだったから、うん、あ、行くよって教えてあげて、うん、そのなんか電車の5分間の間に、うんうん、なんかあなたの趣味はとかいろいろなんか日本語の勉強させてとか言われて、うんうん、なんかそれで、なんか、ああ、外人の上等権ね。外人の上等権ね。あの、お約束であるの。まあでも、
あの、よかったんじゃない、あの、その程度の縁で。逆にあの、もったいないことしたな、ね、まあ、もったいないことしたのかどうかわかんないけども、めっちゃかっこよかったですよ。うん、でもほら、あの、彼が現実を夢の中で終わってよかったよ。彼があの、大沼ひろ子の現実を知ったら確かにちょっとあの、引くどころの騒ぎじゃないかもしれない。確かに、私は彼の前で2杯しか飲んでないでしょ、でしょ、だって俺の前でもうすでに2杯終わってんじゃん。やっぱり1杯で、ね、いや、1杯って言ってもこれ空だから、こう500だからね、まだあるもん。これ2杯目だからね。いや、そういう言い訳をまたする、そもそもだってもうさ、飲んでなんだからさ、足りるわけないじゃんまあまあ、でもあの、これからもちょっといろいろとよろしくお願いします。来年もですね、あの、良い形でもってお付き合いが続けていければと思っております。まあ、こんな感じでですね、あの、日本全国の方はきっと大沼ひろ子のファンになります。よろしくお願いいたします。ではまた、良いお年を